Why did never give a love?はい、どうも、もっちーです。皆さんいつもご視聴誠にありがとうございます。昨日、8月15日の、ステップアップ TV Now、第3回の放送を、にお越し、くださいました。皆さん本当にありがとうございます。それと同時に、なかなか配信がうまくいかずに、最終的にはですね、ゲストで来ていただいた松尾先生のチャンネルをお借りして放送するという失態を犯してしまいましたことをここにお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。いやもう本当皆さんにもご迷惑をおかけしましたし、本当にわざわざ来ていただいたお二人にもですね、ちょっとご迷惑をおかけしてしまったことを大変、申し訳なく思っています。あれからまあ一日経って原因をいろいろ調べましたけれども、どうやらですね、持ってる機材に、原因はなかったです。まあ、動作確認ができました。なので、機械の問題ではなく、おそらくですね、配信環境か、使っていたソフトに不具合が発生した。まあ、このどちらかが考えられると思います。いや、今回のことっていうのはですね、1回目、2回目と、まあ、その時もいろいろありましたけれども、まだまだ、学ぶべきことがたくさんあるということを、本当に痛感させられた一日でした。松尾先生いらっしゃらなかったらですね、まあ、放送できなかったわけで、もうそれを考えるとゾッとします。まあどういう形であっても、皆さんに映像を見ていただけたというところだけは本当に良かったなと思っていますが、私個人としてはもう本当にこの気持ちを早く放送のリベンジをしたいと。いう気持ちでいっぱいです。次回の放送29日に予定しているとお話し、していましたけれども、もうちょっといち早く、この状況を打開した、状態を作って、皆さんにもう一度楽しい時間を、味わっていただきたいと思いましたので、急遽、スケジュールを調整してですね、8月21日金曜日、8時より、夜8時、20時より、第4回の放送を行いたいと思います。もうこれはもう本当に私としてはリベンジの時間を設けさせていただいたという感じでございます。なんとかですね、この時間までに、いろんな、勉強してですね、前回の失敗を繰り返さないようにですね、したいと思いますので、皆さん懲りずにですね、来ていただければと思います。金曜日、21日金曜日の8時、予定しております。一人でやります。もうこれでダメだったらこの日は本当に放送できなくなるかもしれないという感じなんですけれども、やりますのでどうぞよろしくお願いいたします。チャンスをください。はい、そして、この前も昨日も言ったんですけど、29日はですね、場所をいつものいじりから音楽に移して、ステップアップのバンドでの生演奏ライブを行っていきたいと思います。こちらはいつもお世話になっている方場所をお借りしてですね、生演奏やろうかと思ってます。まあ、昨日のこともあるので、何が起きるかわからない、という気持ちでいますので、僕もいろいろですね、対策をそれまでにとにかく練って、データを取って、一つでも、安心してできる状況にして、行いたいと思いますので、こちらの方もどうぞお楽しみいただきたいと思います。まずは何はともあれ、21日の金曜日、皆さんのお越しをお待ちしております。私にもう一度だけチャンスをください。このままではもう僕の気持ちが収まりません。どうか、皆様のお越しをお待ちしております。以上、ざっくりとでしたけれども、告知をさせていただきました。今後ともどうぞ、ステップアップ TV よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。今日も良い一日をお送りいただきたいと思います。それでは、失礼しまーす。Yeah!